サントス・アロマー・ベラスケス・ジュニアは、プエルトリコ出身の元プロ野球選手。現在は、MLB のクリーブランド・インディアンスでコーチを、務めている。ウトを右打ち。父は、サンディア・ロマー・シニア。弟は、ロベルト・アロマー。父・サンディ・シニアがコーチを務めていた、サンディエゴ・パドレスに、弟・ロベルトともども入団。保守として、大いに期待されるが、 当時パドレスにはベニート・サンティアゴがおり、なかなかメジャーでの出場機会に恵まれず、1988年9月30日にメジャーデビューを果たすも2年間で合計8試合の出場に終わった。1989年にはマイナーリーグの年間最優秀選手に選ばれたが、この年を最後にジョー・カーターとの交換でカルロス・バイエガと共にクリーブランド・インディアンスに移籍。 1990年にはオールスターにファン投票で選出されて先発出場。新人保守のオールスター先発出場は史上初であった。この年、132試合に出場して打率、290、本類打球、打点66の成績を残し、守備面でも活躍し、アリーグ新人務とゴールドグラブ賞を受賞した。以後数年間は故障が多く、 欠場勝ちとなった。チームが41年ぶりにワールドシリーズに進出した1995年も66試合の出場に終わる。1996年には6年ぶりに100試合をコス127試合に出場し、オールスター出場。翌1997年には30試合連続安打を記録し、自己最多となる打率。324。 21本塁打を記録。本拠地、ジェイコブスフィールドで開催されたオールスターでは、決勝本塁打を打ち MVP に選ばれた。開催地のチームの選手が MVP となるのは1972年のハンク・アーロン以来であった。ニューヨーク・ヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズでもに、本塁打を含む打率、316の活躍、チームをワールドシリーズ出場に導いた。 シリーズはフロリダ・マーリンズに敗れたが、アロマーは打率367に本塁打を記録。6度目のオールスター出場を果たした1998年を境に再び故障勝ちとなり、1999年はわずか37試合の出場に終わる。ニューヨーク・メッツ時代2001年にはシカゴ・ホワイトソックスに移籍。2002年途中に コロラドロッキーズに移籍するが、翌年再びホワイトソックスに移籍。2003年途中に弟ロベルトがホワイトソックスに移籍してきて、インディアンス時代以来3年ぶりに兄弟が同じチームの所属となったが、それは2004年途中にロベルトがアリゾナダイヤモンドバックスに移籍するまでの間であった。弟ロベルトは2004年限りで現役引退したが、 兄の方は現役を続け、2005年はテキサスレンジャーズに移籍。2006年はロサンゼルスドジャースとホワイトソックスに所属。2007年は父シニアがコーチを務めるニューヨークメッツに移籍。現役20シーズンで1377試合に出場、100試合以上出場したのはわずか4シーズンであった。2008年現役引退後は、 ニューヨークメッツの星コーチを経て2010年により、インディアンスにコーチとして復帰しており、2012年9月には監督代行を務めた。ありがとうございます。